こんばんは、ピヌさんです。アンダーテール続きやっていきます。よろしくお願いします。まあもうそろそろね、敵も強くなってくるでしょうというところで、雲ねえ、聞いた？まあそうだね、雲嫌いだね。なんで人間って雲嫌いなんだろうな。やっぱ毒グモとかの歴史があるんだろうな。ああ、やばいやばい。歩きが遅い。うん。あ、動けなくなった。ものすごくケチなんですってっていうか、これはボス戦か、いきなり。ああ、あれか、9999G で、買ってればセリフが変わるような気がする。マフェット。正直。ああ。そんなブルーな顔して。あ、ちょ、お？紫の方が似合ってるわ。次は雲。これどういうことだ？ああ、はいはいはい。もがいてみようか。もがくとなんかでも攻撃強くなりそうだな。でもこれはまだ避けられるからな。おっと危ない。次は雲が2。ああ。逃がすことはできないしな。お金払ってもな、どうなんだろう。お金ただ減るだけな気もするしな。払ってみようか。あんまお金払うの関係ないような気がするな。あぶね。これ、耐えるんじゃないかな。何種類かの攻撃があるんで、ちょうど朝ごはんの時間ね。ああ。多分いろんなパターンの攻撃を全部回避すればいいんじゃないか。ちょっともうまずいな。回復な、ちょっと安くなってる。ちょっと待って、何も起こらない。どうしたらいいんだろう。やっぱ耐えるしかないような気がするんだよな。体の形が変わるところが見えた気がする。おおお、ちょっと待って。しばし待つべし、マジ。お湯が沸いた。鍋にラーメンを入れた。ラーメンが茹で上がるまであと4分。ああ、結構かかる。なんかすごいゲームだな、アンダーテイル。あまり美味しくない。いやー、回復、思ったよりしないわ。
ペットに餌？どうしたらいいんだろうな。お金なのかな。お金もうないや。お金残金なくなるまで払い続ければ OK なのか。ないもんね。アリガニを全部出した。値段を下げた。これちょっとまずいなぁ。倒しに行った方がいいのかもしれないし。逃がす。そういうわけにもいかない。攻撃が強くなってる。死ぬ、死ぬ、死ぬ。もう死んじゃうよ。ダメだな、ちょっと、まずい。まずいな。ああ。ゲームオーバー。あー、どうする。倒しに行った方がいいのかな。アイテムがないんだよな。回復アイテムがちょっと弱いんだよな。これいらないでしょう。あるな、回復アイテムな。で、セーブ入れてか。どうやって倒すんだ。もう殴りに行っちゃう。殴りに行っちゃいましょうか。さあ、再戦の時は、あれなんだね。こう、余計な、セリフが出なくなりましたね。でね、倒し方、調べてきました。逃がすをひたすら押す。らしい。だから、ちょっとそれやってみます。うん。まあ、うまく逃げてくれればいいんだけど。もうすぐ美味しいケーキになれるのに。逃がしてあげるわけないじゃない。セリフ変わってるな、確かに。いや、本当に進んでるか。あ、そうだ、私のペット。あ、いや、攻撃に耐え続けるんじゃないかな、やっぱり。結果的に、要はターンを稼ぐっていうことなんじゃないかな。ちょっともう、ああ、もったいないな。これ、この、あの玉のやつちょっときついな。やっぱターンを稼ぐ感じするな。逃がすっていうよりは。これ真ん中にいて OK なやつな、多分。そうだね、ターンを稼ぐんだな。これやだな。あっと、危ない危ない危ない、壊れる。ない。
何ターン稼ぐんだろう。これ嫌なんだよな、この攻撃。そうそう、死にかけてるから、ナイスクリーム。ちょっと、はい。うん、ヒーター付きのリムジンまで来た。危ない。ちょっと待って。ちょっともう、すげえ食らったな、今。ここはさっき見たもんね。ちょっとあの攻撃やだわ。そうそう、ディナー。うわ、あー、いやいやいや、もう危ない危ない。はやはやはや、食われる食われる。はや、まだ生きてるの。クモたちから電報、遺跡であなたを見たですって。あなたは私たちに寄付してくれたのね。私すっかり誤解してたみたい。あー、きっと別の横島シャツの人間のことを言ってたのね。迷惑かけちゃってごめんなさいね、お詫びに。あー、マジか。今逃がしてあげるね。あー、よかったよかった。とっても楽しかった、また来てね。いやー、セーブしたい。セーブまで戻ればよかったかな。いや、でもすぐ来るでしょ。メタとの最新オペラのポスター。運命の波に引き裂かれた不遇な恋人たちの悲劇らしい。いや、セーブ来いよ。来ないかな。来るだろう。ああ、いや、ああ、戻ればよかったかな。いきなり始まった。クソ、いけないんだ。FF6 っぽいですね。どうやらか。じゃ、さようなら。ああ、一体どうすればいいの？ああ、パズルな。カラータイのパズル。緑がモンスターとバトル。赤いタイルは ?100 個くらい前のエリアで見たような、まあ、結構前にありましたね。パピルスのやつね。覚えてないよ。ひどい。
30秒。いやー、舐めてるなー。あー、いや、でもなんかルートが決まってんだな。あれ？でももういけんわ。いけないいけない、だってもう無理だもん。時間切れだ。これ本当にクリアできんの？さあもう逃げ場はないぞ。あーもうダメだ。いや、うん、誰かがね、助けに来てくれるかな？ああ、嬉しい。おお。ドクター・ルフィ、いいなあ、仕事できるね。そう？アルフィ多分女性なんですよね。この感じね。パズルはここまで。いや、待って。戦闘に行く前に、セーブした、ああ、ない。ああ、電話来た。黄色いボタンがあるよね。行動メニューのメニューを開いて押してみて。ああ、黄色いボタン。俺んだ。おお。やられた。よかった。メタホテルのロビーを抜けたらすぐ。もうでも終盤には来てるような気がするな。あーちゃん？ないのか。いや、ないな、別に。うっす。幸せそうか。あれ？エレベーター。あれ、なんとかフレームマンですよね。あん？セーブが来ないんだよ。右上の怪しい路地。あー、なんか売ってる、確かに。ジャンクフード。あー、でも高いなー。いやー、謎の鍵欲しい。でもカウボーイハットかな。あとジャンク。
お、ニュー。うちらのお姉ちゃんみたいな感じだった。アズガワはマジウケる。ああ、いい人。まあ、まあ、そんなところかな。ああ、でもどうしよう。なんか売れる？グラマーバーガー。なんかでも、ギミックがあるな。なんだろう、なんか条件クリアすればっていう感じはするよね。まあこんなところか。やっぱ反対側も見たいけどないね。ただの壁だ。よしよし。まあまあまあ一通りね、とりあえずセーブできてよかった。噴水に碑文が刻まれている。1泊200。お金どうしたらいいんだ。貯めてきた方がいいのかな。あれでも通り過ぎれた。もう行っていいのかな。いよいよコアの最上階。右へ進んで。左の通路から。マジック。え？変な動きしてんな。見つめられると弱くなる。いやいやいや。あ。オレンジオレンジ青。ちょっと早えよ。右本当に。ああグッない。
あー、軍内。おお、うわー、弾幕。おっとっと、ちょっと誘導してる。よし。いや、なんとなく。ああ、もう、重い。そうか、そういうことがあるのか。おう。うわ、すげえ数。よし。おれ、セーブ来た。わかんない？切られた。よし。あ、結構深いな。2発。あ、よし。どうなってんだろう。グラマーバーガー、グラマーバーガー、持って戻んのかな。これ戻るってなったらちょっと時間かかっちゃうな。北の間、泣き武者。うん？うん？うん？うわ、ちょっと待て。あれ？あ、ちょ。攻撃が激しい。よし、いける。まあ一体だけになればまあ少し楽になりますからね。おっと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 、オッケー。回復したいな。セーブまで戻った方がいいのかな。いや、うん、悩むな。戻ろうかな。一回回復しよう。あれ？ああ、来た。なんか、思ったんと違ったな。さまよい続けるがいい。東へ。ああ、いろいろあるんだ。男子、からかわない。お金貯まるね、でも。
セーブあるな。まずこっちでしょ。ん？いや？いや、まあまあこっちやないか、ひとまず。メタトン。暴走車ロボットを停止させるって。帰らないでという願いすら、あまり帰らないで、感謝するあまりか。進撃のキラーロボット。もうひっくり返る。100倍いい方法があった。これもあれかなぁ、ターンを生き延びればって感じかな。おお、電話来た。最後の手段もある。あー、なるほど。いや、壊れない気がする。壊れたのか？いや、壊れてないな。仕方ないな。視聴率。あ、減ってってる。え、どういうことだ。悪役が大暴れに期待している。ちょっと、もうなんだよ。何台。ああ、そういうことか。黄色で動かしてもう一回塩だと止まるんだ。あれはでもちょっと嫌だな。お、視
勝率を多分上げないといけないんでしょ。そうそう、やばいな。作文？メタトのどこが好きですか？かしこい。僕のハートを見せてあげよう。うわ、やっぱり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 、お、いった。ちょっと待って、ダンススキル、あー、なるほど。大変だこれ。これ1万ぐらいにしないとダメなんかな。あ、でもなんかもう結構食らってんだ。休憩入りまーす。どうしたらいいんだ。シューティングだね、もうね。やばいな。ジャンクフード食べるとちょっと下がるんだよな。ショーマストゴーオン。あれ、爆弾撃ったらダメなんかな。ちょっと今爆弾撃ったら攻撃されてんじゃないかな。そういうことなんじゃない？爆弾撃っちゃダメか。多分そうだな。あ、でも食らうな。いや、あ、どっちだ？見てなかったな。クラマーバーガー。ああ、観客に大受け。うわ、ちょっと待って、ちょっと待って。ん？あれ？でもメタトン壊れてきたな。アップね。すげえ攻撃してくんじゃん。ちょっと待って、もうダメだ。あかん。
いやーちょっとまあ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 これしんどいな。視聴率がすごいことに番組史上最高記録だ。ああ1万超えたから。お電話コーナブルッチ。アズゴアの城を突破できるかも。別にどうってことないんか。先に行ってて。モンスター一人の魂か。ってことはアルフィがあの人の魂。おお、セーブきた。星尾のエレベーター。はい。ということで、今日はこの辺で終わりにします。次回この続きからやっていきますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また次回もどうぞよろしくお願いします。